エールの部屋へようこそ。この番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定特別番組です。はい、やってまいりました。ニックネーム脳汁太郎さんでございますね。お便り読み上げていきます。お世話になります。吉谷さんは iPad を所有していますか？何かあまり吉谷さんから iPad について聞いた印象がないのでふと聞いてみたくなりました。また iPad はおすすめでしょうか？ iPhone と MacBook の組み合わせの方がおすすめですか？それではよろしくお願いしますということでいただいてるんですけど、かなり昔ですね、 iPad を持ってましたけど、もう iPad や使ってないですね。何年前だ？10年前か。いや、10年は言い過ぎか。かなり昔です。iPad はね、なんで使わないかっていうと、iPhone で十分だからですね。僕はまあ、どちらかというと、やっぱパソコン、なんだろうな、世代間としては、Windows XP で、まあ、そのパソコン世代ですから、まあ、今のね、若い子はパソコン世代じゃなくてスマホ世代で、スマホの延長線上で iPad みたいな感じだと思うんですよ。で、iPad、まあなんだろうな、今 iPad もね、すごい進化してて、もう、なんかね、あとアプリも進化していて、もう逆に言うと、なんか動画編集とかも iPad のアプリ、まあ、アプリでね、編集されてる YouTuber の方も結構出てきていて、なんかアプリもね、昔に比べると本当にすごい性能が上がってきて、逆にその、なんだろうな、アプリ慣れしてる、アプリで動画編集慣れしてる人とかは iPad の方がいいでしょうね。だから僕はもう、すいません、パソコンでキーボードを打ってっていう穴。まあパソコンが もはやアナログになってる部分あると思うんですけどね。なんかキーボードを打った方がなんか僕はもう慣れちゃってるので、未だにね、僕ね、あれなんですよ。未だにまあ練習すればいいんですけど、練習してないので、iPhone の入力、まあ、文字入力あるじゃないですか。で、フリック入力できる、まあ、今の若い子なんか全部フリック入力してると思うんですけど、僕ね、iPhone の液晶叩いてるんですよ。いや、フリックね、なんか、一回練習したんですけどね。やっぱ、ガラケーのあのボタンを押すっていう、あれが染みついてるのか、未だに iPhone を叩いてます。なんかね、若い子とかね、シュッ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 とかね、シュッ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 とかなんかで、文字入力超早いじゃないですか。僕あれできないんですよ。そう。練習する気にもならないというか、まあやっぱ、まあもちろんですよ。まあ移動中とか、なんかまあ僕も iPhone でメルマガ書いたりとか、iPhone でブログの記事書いたりとかすることもあるんですよ。なんだけど、まあ、それは確率的に言うと、割合的に言うと、かなり少ないので、基本はパソコン開いてピピっていう。だからまあ、僕はリュック、まあ、移動してる時もリュックサックにパソコン入れてますんで、常にやっぱパソコン結構あるんですよね。ただ、どうしてもパソコン開けない場所。パソコンは持ってるけど、パソコン開けない場所とかあるじゃないですか。まあ、そういう隙間時間とかね。そういう時は、まあ、iPhone ですることもありますけど、iPad は、使わないですね。まあ、今後ちょっと考え方が変わって、運用方法が変わって、買うかもわかんないですけど。いや、でも買うか、買わねえな、多分。買わないですね。すいません、iPad は使わないですね。今後も使う予定もないし。で、あと、今年ね、パソコン、いいの買っちゃったんで、そう、まさかね、僕が100万超えるパソコン買うとは思わなかったですけど、はい、買いましたね。110万ぐらい。まあ、一番最初は100数万円だったような、その為替が上がって、その110万超えちゃ、なんかね、瀬戸康史さんが、その僕が今使ってるやつと全く一緒の買ったんですよ。で、それライブ放送してて、その時100何万だったような気がするんですけど、だから3万か4万値上がったんですよね。そう。僕結構ちょっと後に買ったんで。そう。でも瀬戸康史さんが、この100万超えのパソコン M3 Max、16インチの M3 Max をこう、買うか買わないかっていうライブをしてて、スパチャ入るっていうね。スパチャで応援されるっていうね。すごいですよね。時代ですよね。
買い物をするかしないかっていうね、悩んでますっていうライブをして、これでちょっと勢いつけてくださいとかね、スパチャ入るんですよすごいなーっていうね、もう何でもありだなーというね、その買い物するかしないか悩んでるのをライブ放送してスパチャが入るっていうね、まあまあまあ、僕は一応瀬戸康史さんと同じスペックのパソコン使ってますYouTuber じゃないですけど。でも瀬戸康史さんね、僕も相当瀬戸康史さん好きで、古いんですよ。もう10年以上やってるか、結構ね、昔からやってるんですけど、でもね、当時ね、まあちょっと話は変わりますけど、その瀬戸康史さんが一番最初、瀬戸康史さんってもう何年だ、かなり古いと思うんですけど、続けてますね。で、僕、瀬戸康史さんが、まあ、柴田さんも瀬戸康史さんやっぱ、まあね、古株なんで、まあ見てて、一番最初、あれなんですよ。柴田さんが〇〇を救いたいっていうシリーズができたのは、瀬戸康史さんが動画を1ヶ月、2ヶ月アップしなくなって、瀬戸康史お前何やってんだよみたいな。多分そっからだと思うんですよね。相当古いですけど。で、そっからその救いたいシリーズが始まってったんですよね。瀬戸康史さん今何年目だこれ。あ、14年経つんだ。すごい。じゃ、瀬戸康史さんのにちょっと YouTube チャンネル行ってほしいんですけど、もう一番最初の方、14年前ですよ。で、あ、そうそう、古い順に並べると、最初、一番最初の古いやつが、ウクレのひょっこりひょうたん島で、2回目が iPad がやってきたんですよ。これリンクしてるじゃないですか。iPad がやってきたその2、iPad がやってきたその3、iPad がやってきたその4、iPad がやってきたその4、追跡、iPad がやってきたその5、最終、iPad がやってきたその5、最終回、後編。はい、iPad 推ししてますよ。いいじゃないですか、ちょうど。14年前に瀬戸康史さん iPad 推し。最初の方。iPad 連打ですね。いや、でもね、この時期からね、この時期ね、YouTube って全然その、日の目を浴びてなかったですけど、ね、なんか時代ですよね。なんか、懐かしいな。そう。懐かしいな。そう。だから結構僕もかなり昔から YouTube はね、やってなかったですけど、その YouTube は使ってたんですよね。その YouTube が出て、YouTube のその動画を使ったプロモーションっていうところで、まあ僕はその時その裏方でしたけれども、そのいろんな人の動画撮影して YouTube 活用してみたいなこともやってたんで、だけど、まあ自分の撮影して自分のチャンネルがあってアップするってことはしなかったですけど、まあそうやってたんで、使ってたんで、まあ、いろんな人見てたんですけど。あとね、あれですよ。なんだ、YouTuber のあの人も古いですね。カズさんか。カズさん。カズさんも何年前だ、これ。ちょっとカズさんも見ていいですか。カズチャンネル。カズさんも古いと思うんですけど。最初ね、痩せるやつでブレイクしたやつ、ブレイク。あ、カズさんもやっぱ14年前ですね。カズさんも14年前です。カズさんも14年前じゃないですか。いや、もう早いですね。こんな経っちゃうんだな。そう、カズさんもね、もう人生変わっちゃいましたし、瀬戸康史さんも人生変わっちゃったし、そう、すごい、なんか変わるもんですね。人生何があるか分かんないなっていうところですね。まあちょっとね、iPad からはちょっと全然話がこう変わっちゃってますけど、まあ人生何があるか分かりませんので頑張っていきましょう。僕はまあ iPad、iPhone と MacBook の組み合わせでずっとこれからも行くと思います。でね、まあこれ僕事ですけど、なんかね、この前ね、動画、まあ iPhone で動画結構僕は撮るんですけど、まあ一眼レフも買いましたけど、結局やっぱ iPhone が一番いいので、で、iPhone の動画結構撮ってるんですけども、なんかね、iPhone の動画のファイルの名前、数字が、9999の次が1に戻ってました。だから僕 iPhone13 に変えてから、この iPhone13 で1万本撮ってますね。はい。iPhone13 でもう1万本ぐらい動画撮ってます。で、今1万100ぐらいです、多分。あ、
なんか9999って出てて、次の動画のファイル名が00001ぐらいだったんですよね。あ、これリセットされるんだと思って。だ iPhone13 に変えて何年経つ ?iPhone13 に変えて何年だ ?2 年。2年ぐらいか。2、3年 ?3 年目か。4年目。3年目ぐらいか。1万本撮ってます。はい。まあ YouTube 動画以外にも、インスタのストーリーの動画だったりとか、まあ、ライブチャンネルの動画だったりとか、他の動画も撮ってますので、1万本を超えましたね。iPhone13 に変えて。結構やったなと。結構撮ってるなっていう、使い倒してるなっていう。だから結局なんかどう使うかですよね。まあ僕はまあこういう使い方してますけど、それをお金に変えていきましょう。そう。まあ、持ってるものは一緒ですからね、別に。iPhone13 も最新のものじゃないですか。今 iPhone で言うならば最新のものは15じゃないですか。でも iPhone15、最新の iPhone15 を買ったとしても、最新の iPad を買ったとしても、それをどう使うかによってお金を稼げるか稼げないかは変わってしまうので、やっぱ使い方次第かなとは思います。まあ実際にさっき言った通り iPad で YouTuber の方だ。もうメイン iPad で動画編集されてて、まあそれでね、まあ生計立ててるっていう方もいらっしゃいますので、まあ本当使い方、まあツールっていうのはまあこれからもね、デバイスとかも進化していくと思いますけど、やっぱそれをどう使っていくのかっていうのは大事かなと思います。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。